今回はですね、速稼塾シリーズの第5回目になりますので、速稼塾思考というものをちょっとね、ここでお伝えしていこうかと思います。例えばね、私芸能界は全く分かりません。0% です、知識が。ですので間違った解釈もあるかもしれませんけども、その間違った解釈が実はですね、自分の解釈、オリジナルの解釈になるんですよ。100人が100人同じ解釈をしていて、それを発信しても何も面白くないんですよね。だから違ったところから切り込んでいくところに、あ、この人言ってることは違ってるよねと、一味違うよねっていう風にして速稼塾思考っていうのはできていくんですよね。では今回宮迫さんをはじめとするね、謝罪会見ありましたけども、あの闇営業とか直営業っていう話題ですよね。まあ、いろんなビートたけしさんとかね、あのいろんな方がそれについてコメントを出されてますけども、私のね見解っていうのはどれにもね多分ね、該当しないんですよ。だから私の派閥の考え方です。私一人の考え方だと思いますけども、宮迫さんね、自分の意思で謝罪会見を開いて謝罪をされました。それはね、意にそぐわない形でしたんではなくて、やりたいってことをできたんで、まあいいかなと思うんですよ。なんかね、みんなにね責められてるわけでもないですし、質問は受けてましたけども、別に怒られてるわけでも何でもなくってね、吊るし上げてられてるわけでも何でもなくて、自分でやってきたかなと思うんですよ。でもですね、私たちが考えなくちゃいけないのは、じゃあその反社会勢力っていうものをどういうふうにね、吊るし上げていくかって言ったら言い方悪いんですけども、その反社会勢力っていうのはどういうふうにこれからね処分を受けるべきなのかっていう議論がないなと思ったんですよ。反社会勢力みたいな本当にね怖い組織かもしれませんよね。だからそこに対しては何の話題もどこからも上がってこないのに、ああやって自分の至らなさとかね、自分の反省恥ずかしさってものを全てさらけ出して、失礼しました、申し訳ありませんでしたって涙ながらの会見をみんなで見ているみたいなね、見るべきっていうのはそこなのかなと思っちゃいますよね。はい、それでもう一つなんですけども、その反社会勢力に会場を貸した、ホテルなりね、その会場関係者の方っていうのがいたはずなんですよ。営業の窓口の方が何々反社会勢力ですっていうに、なんて来てるか分かりませんけども、ちゃんと支払い能力があるのかなって、どんな会社なのかな、何の事業してるのかな、どんな人が来るのかなってリサーチして、よし、じゃあ契約しましょうってなって、契約を交わした後、そこの上司とかね、代表の方に決済の印鑑をもらってる、要するに会社が全体でですね、ここの組織に会場を貸そうっていうふうに決めたと思うんですよ。じゃあそこの会場を貸そうと、そういうふうにね、いろいろとリサーチされた担当者の方や会社っていうのは、反社会勢力ってことを分かっていて貸したのか、それでも分からずに貸したのかってことですよね。で、そこの会場が分からずに貸したんだとしたら、今度はですね、宮迫さんはじめする芸人さんが個人でそこが大丈夫なのかどうかってことを見分けることはもっと難しいわけですよ。で、しかも立派な会場、大きな会場が、もう契約してるっていう前提でものを見ると、あ、だったら大丈夫なんじゃないかと思っちゃいますよね。反社会勢力に対してああいう大きな会場が契約を結んだりとか、会場を貸したりとかっていうのは暴対法とかの関係でできないと私は記憶してるんですよね。だから立派なホテルとか立派な会場が、誰かに会場を貸してるってことは、そういったものに触れてないっていう風なエビデンスがあって貸してるんだろうという風に、別にね、素人じゃなくても思うはずなんですよね。そう思ったら警戒心がそんなに働かないのも無理ないなと、知らなかったのもしょうがないなと思うわけなんですよ。だから反社会勢力っていうものがあるとして、そこを特定してそこをなんとか処分しないといけないっていうのが一つ目の大きなムーブメントであって、その次に問題にしなければならないのは、そこに会場を貸した契約者なんじゃないかなっていうふうに私の速稼塾思考は思うんですよね。だからその宮迫さん一人をどうこうしても、また反社会勢力は活動しますし、反社会勢力に会場を貸す、そういったね、ホテルなり会場主さんっていうのはなくならないっていう風な形なんですよ、今回の。だから末端の尻尾切りになって終わりなんですよね。これではね、何にも変わらないんですよ。だからそういう風に私は考えますんで、マスコミやね、私たち国民が目を向けるのは宮迫さんではないんじゃないかなっていう風に思いますね。いかがでしょうかね。こういう理論理屈を作ってる方ってあんまりいないんではないかなと思いますけども。はい、それでね、今回はもう一つ別の視点をお届けしましょう。反社会勢力ってものに対しての私の考え方です。
日本ではですね、いわゆる反社会勢力というのが、まあ、登録されてかどうか分かりませんけども、数は減ってるのは減ってると思うんですよ。例えば一つの切り方として暴力団関係組織っていうのがあると思いますけども、これ実はですね、今構成員が1万数千人までに落ち込んでると聞きます。10年ぐらい前は3万人以上いたはずなんですけども、どんどん規制が厳しくなって、例えばね、そういう活動していると銀行口座が作れない、それからいろんな書類が通らない、賃貸も借りれないとか、すごくね、生きていきづらい世の中になってきて、もうそこから脱会する方がね、すごく増えてるそうなんですよ。そういったことを考えると、一方ではね、あ、暴力団関係の人が減ってるんだ、よかったなと、暴力団の温床になる暴走族とか、いわゆる町の愚連隊っていうのも減るんだなと、よかったなっていうふうに考えちゃうのが、まあ、一般的な思考ですよね。で、私の速稼塾思考はそうではないっていうふうに考えています。それはですね、いわゆる日本人のそういった暴力組織とか反社会勢力、賭博場を会長している元締めみたいなのが縮小されるということは、どういうことかっていうと、縮小されたところに別の国のそういった反社会勢力が入ってきやすくなるってことなんですよ。まあ、ですんで、きっともう当分言ってないんですけども、歌舞伎町とかでもですね、外国人系のエステが増えたりとか、キャバクラが外国人の方がね、キャストさんとして出ていってとか、その元締めをしてるのが日本人じゃなかったみたいなことも増えてるんではないかなと思うんですよ。うん、だって、そのいわゆる、まあ、裏マーケットって言っていいのかどうか分かりませんけども、あの反社会的なマーケットっていうのは広がりつつあるんですよ、数字上ね。広がりつつあるんだけども、日本人の占めている割合は減っている。で、どういうことかっていうと、日本人じゃない勢力が日本にどん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 入ってきて、そういった商売をしてるってことなんですよ。うん、で、健全にしてくだされば特に問題はない部分も多いと思うんですけども、例えばですね、外国の方が何か揉め事を起こした時とか、犯罪を起こした時って、国際関係とかもありますんで、名前が出なかったりとか、逮捕されなかったりとかする例っていうのは皆さんもお気づきだと思うんですよ。ね。なんか殺人事件が起きても、犯人の名前がいつまで経っても出なかったりとかね。どうですかね。そういったことを考えると、本当に日本の暴力団とされる方とかね、ヤクザとされる方とか、反社会勢力とされる方が縮小するのがいいことばっかりなのかなとかね、思ってしまうのが私の思考なんですよ。うん、もちろん、秩序を乱したりね、人に迷惑をかける人って減ってほしいっていうのは、それ確かにありますよ。でも減った結果、もっと悪質な人が来ちゃうっていうリスクも一方であるのかなと思います。そうですね、元を正してみれば、 GHQ が入ってきて、日本が敗戦でね、焼け野原になった時に、いろんなところを支配したというかね、仕切ってくださったのが、もしかしたらそういった暴力団ですとか、おやくざさんとかね、そういった今でいう反社会勢力の人たちが縄張りってものを設定して、そこを一定の秩序でね、警察とかがまだ機能してない時に市民レベルの活動してくれたっていうところもあるのかなとか思うんですけどもね、どうなんでしょうかね。まあ、こういうふうにね、考えすぎちゃうのも速稼塾かなと思います。それでは今回はね、ちょっと以上になります。皆さんもね、いろんなことをいろんな切り口で考えてみるといいのかなというふうに考えますけどもね。